こんにちは、田中民です。踊りにとってライブっていうのはもうかけがえのないものです。踊りは再生できません、そういう意味で踊るときにお客さんが近くて、そして、見えないものまでが届くような、そんな距離、これはもう絶好の場所だと思います。そういう場所で僕は踊りを続けてきました。それが京都にもできる、とっても素敵なことだと思います。楽しみです。